はい、始まりさん、こんばんは。 DIY ドラゴンの鉄でございます。はい、今回ですね、こちら NSR50 通称 N チビのね、原因不明のエンジントラブルについてね、ちょっと情報を皆さんと共有したいと思います。あ、そうだ、その前にまずこれ N チビレーサー仕様です。エンジンは9号の後期型なんですが、あの点火系とか電装系を全機能のアナログ型に変えてまして、ハーネスはもうレーシングハーネスに切り替えております。で、あとはもう他はチャンバーとか全部レーザー仕様になって、まあ SP 仕様になっておりますが、最初のトラブルがサーキット走ってる時に、まずあのガス欠みたいな症状になったんだよね。そうなんだ。そう、なんかパワーが吹けないなと思って、でそのまま走ってたんですけども、もう敵面にガス欠だったみたいにこうブーって止まっちゃう。で止まっちゃうんですけども、もう30秒ぐらいか、うん、ちょっと待ったらエンジンかかるんですよ。でまたベーって走って、しばらくするとまたこうブーって止まっちゃう。これが初期症状、うん、でこれがねだんだん悪化してくると、もう最終的にはエンジンかかって、かかった後みたいに走り始める瞬間にもうブーってストールで5分ぐらいかかんないんだよね。そう、全然エンジンがかかんない。で5分ぐらい経って諦めた時にキック踏もうと思ってエンジンがかかる、うん、でよっしゃエンジンかかったスタートしようと思った瞬間またストールするっていう、うん、でチョーク引っ張ればなんとかこの回転が維持できるんですけども、それで走っても回転数が全然上がんない。レブで引っ掛けてもチョーク戻しても全然回転数がもう4、6000ぐらいかね、ボボボボボボって全然走らないという症状を抱えておりまして、で一回 CDI 交換したんですよ。これもう CDI かもしれないってことで、このポッシュのゴールド、この CDI を銀の方に交換しまして、一回症状が改善されたんですけども、結局元気になったんだけど1日か1日さっきと1日走ってダメになっちゃいました。で、ずっと長年レースやってる人とかネットの情報とかで、あの知り合いの NGB にすごく詳しい人にいろいろ話聞いてみたところ、いろいろちょっと情報が集まってきたんですけども、これちなみにあのキャブレーターのオーバーホール、エンジンのオーバーホール、これもエンジンとキャブにはもうほぼ間違いなく原因はないであろうと前提の話なんですけども、最初に疑われるのはイグニッションコイルだそうです。イグニッションコイル壊れた経験なんてないよね。ないね。あんまり行動しようでも経験ないんですけども、イグニッションコイルがまず疑わしい。で、イグニッションコイルの次に疑わしいのが、あのフレームとイグニッションコイルのアース、うん、例えばのフレームを塗ったりとかサビとかでイグニッションコイルのアースが怪しいと、それであの点火不良を起こしてプラグが死ぬという、それで調子悪くなるらしいのが、これがまず一つで、二つ目にイグニッションコイルがもうダメになってて、温まるとエンジンがかかんなくなる、温まると回転数が上がらなくなった場合はこれイグニッションコイルだそうです。で、私の場合はその温まる手前、温まりきる前のような状態なんですけども、ただそうなってくると次にちょっと疑わしいのがもうハーネスらしいんですわ、うん、レーシングハーネスがもうそれこそあのちゃんとこうレースやってる方はもう毎シーズンこう交換するにはもう消耗品になるらしくて、そんなこんながあってですね、ちょっと部品をねいろいろ用意したんですよ。まずこれあのレーシングハーネス、これも一式持ってきました。でこの CDM 用意して、であとイグニッションコイルとプラグキャップでスパークプラグも用意して、それも交換しました。これがもともとついたなんかちょっといいプラグコードなんですけども、これをまず交換して、プラグを交換して、今んとこエンジンが元気にかかっちゃいました。だからね、かといってでもこれがまたずっと走るってちょっと保証がなくて、まあ次は一回サーキットで走ってみて、それでどうかっていう様子見になるかなとは思っておりますが、でも今までの経験ね、
大体エンジンかかんないってことはもうキャブだったんだよね。大体キャブ、それでもダメな場合はエンジンだったんですけども、今回一つ勉強になりました。イグニッションコイル、まあイグニッションコイル今回変えたので、今度走りに行ってもし調子良ければそのまま行きますし、また調子悪くなったら今度は CDI を入れ替えたりとか、もう今度ハーネスの方も交換してみたりとか、ちょっとこれからまだね実際走ってみないとこういうのって分かんないので、ポンと変えたからじゃ治るっていう単純な話じゃないらしいので、まだまだ先は続くんですけども、とりあえず同じように N チビ乗ってて、まあレーサー仕様とか行動仕様も全部含めてなんですけども、もう車体自体がもうやっぱ長年走って古くなってきているので、もし同じような症状でこうエンジンとかキャブいじくってもどうしてもうまくいかないっていう方は、まずイグニッションコイルで、アースの状態とか、まあ、はたまたこのハーネスを疑ってみてください。というわけで、この情報が少しでもお役に立ったらと思いまして動画にしてみました。というわけで、どうもありがとうございました。